ウギチンは、日本の映像作家、PV ディレクター、演出家、株式会社フーリッシュグローリースタジオ代表。本名、松谷ウギ。和光高等学校を、卒業、1992年にスペースシャワー TV に、入社株式会社 SEP。スペースシャワー TV にいて、番組、パンクロック TV を始める。1995年に、はい、スタンダード。 グローイングアップの PV で監督デビュー。1998年に独立し、フリーのディレクターとして活躍。スペースシャワーミュージックビデオアワーズ2004、ベストディレクター受賞。現在は株式会社フーリッシュグローリースタジオ代表、パンクラウドロックの動画配信、情報サイトバム、ビデオアディクトマットネスや子供向けプログラムブリックグローリーなども企画、運営する。 2020年9月に日本全国のライブハウスをつなぎ同時配信するプラットフォームマルチストリーミングライブグッドプレイスを立ち上げ2021年には初の長編監督作品ドキュメンタリー映画ドキュメンタリーオブグッドプレイスライブトゥギャザーロックトゥギャザーマイナスを自主制作で完成させたピザオブデスレコーズなど特にパンクロック系のアーティストと結びつきが深いが ダンスミュージックやヒップホップ系のアーティストの PV も手掛ける。CG はほとんど用いず、アーティストの動きに焦点を当てた作品が特徴。フィッシュアイを用いた構図を多用する。ありがとうございます。